にちは、トミーです。今日も私の動画を見てくださってどうもありがとうございます。もしよければチャンネル登録と高評価で応援していただけますとすごく嬉しいです。今日の動画は Vlog に収まらなかった料理動画たちを集めてみました。すごくお腹の空く動画になってますので、おやつを持ってぜひ最後まで楽しんでいってください。ではスタートです。おはようございます。今からお昼ご飯作るんですけど、新しい卵焼きのフライパン買ったんで、今日はこれを使いたいと思います。今日のメニューは、卵焼きと納豆と、友達にもらった味があるので、これで和食を食べます。私の好きなメニューです。梅干しも友達にもらったんで、これも一緒に食べます。友達はね、ことあるごとになんか恵んでくれるんですよ。ありがとうございます。
お酒を飲んだ次の日で、全然二日酔いではないんですけど、やっぱラーメン的なのが食べたいんで、ちゃんぽんを使って、前にも YouTube でレシピあげたことあるんですけど、ここにリンク貼りますね。ジンジャンポンのカルボナーラみたいなやつ作ります。今家にある具材で作るんで、白菜とネギだけ入れます。今日はひき肉を使うんですけど、本当は多分豚バラとかそういうお肉を使うんだと思います。
最後までご覧いただきどうもありがとうございます。今回の動画はこの辺で終わりになります。最後にチャンネル登録と高評価、いいねで応援していただけますと本当に嬉しいです。では次回の動画もよかったら見てください。 Thank you.